皆さんこんばんは。こんばんは。東京倉庫です、はい。今週も、コメントにお返事していきます、はい。最近コメント返信がなんかリクエスト制みたいな感じになってきて、前のコメント返信の時に、Y6223 から山本くんマチルダさんが見たいですっていうのだったり、ミクさん、リョウコさんとマチルダさんで岡崎さんを挟んでコメント返信っていう感じで、なんかこれはあの、この時にあの社長が、マチルダ嫌われてる説が出てた回ですよね。マチルダ嫌われてる説、いやでもまあ、若干、薄々気づいていやそんなことないです。いやいや、わかんないですけど、でまあ、それをあの、どうなんですかねって言ったところ、あの皆さんの温かなコメントをたくさんいただきまして、ここにいるという。そんなことないですよ、そんなことないです。そのフォローがまたちょっと悲しい、悲しいよね。なんでなんか逆にね、そんなことないですよね。全力すぎてね、町原さん大好きですよ。あの私はっていう、私はがついちゃってるもんね。みんな批判の目に合ってるけど、はい、私は違いますよ、町原さん好きですよ、あの一言に全部表れてる感じ。なるほどね、すごいみんながこうよくある、すごい、いやそんなことないよねっていう、この言う感じの、あのフォローの仕方が、仮にですよ、はい、仮にこの嫌いな言われてるんじゃないか仮説が本当だったとして、その理由は山ちゃんは何だと思う？相対的なもんだと思う。その、はい、涼子さんとか社長とかがすごい人気が高くて、はい、その次に安江さんとか那須とかがあって、うん、その下じゃないですか。その人気的にね、もういいよ。合コンでの育乳で、1話目ですね、オレンジプランさん、イケメンより場を盛り上げる那須くんがいいな、巨乳より貧乳の涼子さんがいいって言いたいけど、巨乳の方がいいなって思ってしまう。でもなんとなくだけど、普段は涼子さんってそんなに貧乳でもないような。おお、見抜いてる。そうなんですよ、見抜いてる、そうなんですよ、今見抜いてるって。いやいやいや、そういうとこだよ、多分嫌われるところは。涼子さんを攻撃すんなと言われる、視聴者の声があるんですね。トゲ出してくるから、はい、合コンとか行ってさ、マチルダはどういう風にするの？自分の役割。あの2回しか行ったことない合コンですね。あ、そう。そうなんですよ。2回、0回、0回、数えきれない。あ、そんなに私結構行ってる。涼子さんはあの、その日のうちにわちゃごなドゥは何回行こう？わちゃごなドゥないないない、ないっす。だって私わちゃごなドゥってチョイスが、言葉のチョイスがびっくりしちゃったよね。わちゃごなドゥ、マチュラさん、ね、2回の合コンで何を学んだんですか？私2回の合コンでですか？はい、わちゃごなドゥした。あの、まあ、学んだことはこうやってやってるふりして後ろで手をつなぐっていう技を私は何それ、あの得得しました。ウケる。一人飛ばしてってことですか？いや、いや、あとそれのパターンもあると思うんですけど、うん、なんか普通にこうやか、それ面白そうだねみたいなこと喋りながら、ここでちょっとなんかこの一癖ある、こういう技を使ってくるやつがいたの。やつがいて、うわー、私大嫌いそういうやつ。あ、こういう場なんやと思って私。怖っ。で、したの？いや、してないです、してないです。怖いね。してないです。マジか。血を吹かせたろかとか言われて、もう帰りました。何の会？何してる人なのそれ？どういう集まりだったのか。まあ、バイドーラルといえばこの間のコメント返信じゃないですか。そうですね、皆さん聞いてくれたんですかね。か、滝社長のいやらしいつぶやきを。あれちょっと怖かった。小杉、あれ言われててどうだったの？ゾクゾクしました。でもあんな感じで、あれですよ、この間の合コンでは血を吹かせたのかっていうのがあったんですよ。やだー。マジ？異常？何の会？それ滝さんだったんじゃないの？あ、そうなんですね。大丈夫？べちゃべちゃ言ってた。べちゃべちゃ大丈夫？そうですね、荻野さんがね、滝さんがささやくたびにゾワッとしました。はら、でもこれ本当すごいですよね。私も最初に、うん、あ、そうそう、
一番最初にこれを買った時に、うん、あの山本さんがちょっとマチルダさん支えてみてくださいって言って、うん、誰もいない土日のね、うん、日曜日のこの部屋で、うんうん、夕方ぐらいそこに山本さんを座らせて私が山本さんの耳元で、うん、すごいなんか、うん、なんて言ったの、岩手県の県庁所在地は盛岡だよっていうのをやって、各県庁所在地を教えてくれたんですっていうのを二人っきりでやってたんですよ、うん、二人っきりですよ、この距離、ね、こんなに広い部屋で、うん、この距離で、うん、この距離で囁いてたのに、うん、もう超ビジネスライクですよね。ただただ僕が地理に詳しくなるすごい興奮した面持ちで、すごいリアルに聞こえますっていう感じ、盛岡がね、そこみたいな、もっと違うことささやきなさいよでもちょっとやっぱり、うん、りょうこさんのささやきも聞きたいんちゃうかな、私りょうこさんはあれですね、やっぱその合コンであの意中の人に、うん、こんなことささやかれたらもうビシャビシャやわみたいな一言をビシャビシャやわだから本当はそういうとこが下品なんですわっていうところを、あ違う、そうだ、あ違う違う違う、涼子さんがその好きな男の子を落とすときにささやく、うんうん、リアルにこうささやくこの一言を、うん、やっぱ今山本さんをちょっとその男性だと思ってやってもらったら、視聴者すごいウハウハな感じですよね。せっかくこうやって録音してるんで、じゃあちょっとやってみようかな、はい、なんて言おうかな、じゃあちょっと今合コンしてる感じで面白い、楽しいね、じゃあ緊張するね緊張しちゃうねスクワットで鍛えてる私の太ももガッチガチだよどうすごいフィジカルがフィジカルが強そう触れたくなった今みんなさんね、こう聞いてる、もうガチ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 だよって初めてささやかれた挨拶、挨拶、メイキングですね、ゆうすけ、関さん、社長最初来られてません、感情のないサイボーグって、まあ、挨拶、あれはさ、山ちゃんは毎回どういうお気持ちで、はい、いや、あの毎回考えているの、まあ、社長を元気にするなってんのかしらわかんないですけど、でもさ、もう飽きたでしょ僕らは全然まだまだやれるって思ってる、もう何が正解なのか全然わかんなくなってきちゃう、うん、そうだね、今までが挨拶の、お言葉、ありがたいお言葉を小菅が言う、小菅が、般若心経を言う、うん、僕が、聖書の言葉を読む、ラップをする、組体操、うん、今組体操に至ってます、ね、うん、もうちょっと全然ガラッと違った思考のものをしてみたら、ね、なんか割と全部連動してるじゃない、そうですね、全く違うこと、これも募集できたらしたいあ、いいんじゃない、募集してみたらいいんじゃない、うん、新しい挨拶をね、新しい挨拶、エクストリーム挨拶、エクストリーム挨拶、ぜひ挨拶案をいただけたらと思います、うん、その通りにやっていいじゃん、レポートをします、うん。どなたの案が一番ね、社長がお喜びになるかそうですね、うん、社長杯みたいな、社長杯みたいなね、うん、いいんじゃないですか。マジでお願いします。居酒屋の合コンの育乳で、ネリクオークさん、巨乳役のマチルダさんは巨乳じゃないし、イケメン役の小菅くんもイケメンじゃないけど、貧乳役の涼子さんだけは貧乳。これはまだ大丈夫なんです。わかるんですけど、そっからなんかコミュニティが出来上がって確信をつきましたねって、みんな思ってることを言った。みんな思ってたの思ってた、あれこれはもうでも結構みんな無理が、結構でも町田さん毎回作って仕上げてきてます、そうなんですよね、ナスが手伝って仕上げてる、うん、語弊があるな、そうナスが町田のおっぱい手伝ってるそうなんですよ、みんなが私のおっぱいをあの
一生懸命こう撮影の時にわって寄ってくる感じ、うん、一応ね、まず、あの巨乳は巨乳ですよ、ちゃんとね、見えにくいだけ、うん、そう、可視化できない巨乳、巨乳なんで可視化できない巨乳タイプで言うと。はい、じゃあ今週も皆さんコメントありがとうございました。みんなどうもありがとう。またコメントお待ちしてますのでよろしくお願いします。ではさようなら。つやでつらしいです。そういう場じゃないんですか、高校って。いや、そういう場の人もいると思うよ、うん、でも私はもうそういう役回りにならないんだよ。だからもうね、あのね、男どもがね、あの、うん、べしゃりが下手なわけよ、うん、盛り上がんないのよね。もうしょうがないなってこう私が一肌脱いで芸を披露するみたいになると、うん、もうそういう目で見られなくなるわけよ、うん、そんな出さんと私はおしとやかで行こうとかならずにちょっと盛り上げなってこう使命感が出てしまうんですか。なんかね、序盤は、はい、序盤はすっごい おしとやかに行くね、うん、はいはい、はじめまして、ほんとこんな感じ、よろしくお願いします、あ、撮りますかサラダとかみたいな、あ、大根多めでみたいな感じでやるんだけど、だん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 今の返し違うなとか、うん、会話見てて、で、なんかこうアシストしたいなみたいな風になるともうちょいちょいこうやっちゃうよね、うん、だからあの必ずその後連絡先交換するんですよ、連絡来るんですよ。でも連絡来る用事は次またお願いしますみたいな、私が今度感じになるみたいな、そういう感じ、ね、うん、そうよ。